メジャー史上屈指の DH として活躍し、米野球殿堂入りを果たしたデイビッド・オルティス氏が、ドジャースの大谷翔平投手が今季ナ・リーグ MVP に選出される可能性について考えを示した。オルティス氏は、自身が DH としてプレーした際、MVP に選ばれなかった経験を語り、メジャーが今季、大谷をどう評価するのか注目している。メジャーは常に、DH である私の MVP 選出を阻止する方法を見つけてきた、と不満を述べた。また、大谷はメジャーの顔だが、どうなるかチェックしたい、と、今後の展開に関心を寄せている。オルティス氏は過去に8シーズンで MVP 投票に名前が上がり、2005年には自身最高の2位を終えたが、最終的には選出されなかった経験がある。大谷には打力プラス圧倒的な走力がある。これは普通じゃありえんことや。だから MVP の話も出てくるんやで。代表的な DH っちゅうたらオズナとかオルティスやけど、いずれも走力面での貢献はほとんどないもんな。オルティスもあんだけの成績で MVP 取れんかったから、DH で MVP は無理や思ってたけど、大谷にはそんな常識通じんな。オルティスも大谷も MVP 級の活躍をしてきたから、報われてほしいね。オルティスも大谷も両方とも MVP に値する実力派だよな。メジャーの評価基準が気になるわ。オルティスと大谷の共感点が多くて興味深い。DH としての扱い、メジャーも考えどころあるだろうな。メジャーは本当に DH の価値を再評価すべき時が来てるな。あのオルティスでも取れなかった MVP、二刀流でなくても大谷なら超えられるかもしれない。メジャーも大谷の活躍で DH の評価が変わるかもしれない。オルティスの時代も今の大谷も、DH が評価されるべき時が来てるって感じだな。オルティスは MVP 取りたいやろうし、大谷にも取ってほしいんやろね。内心複雑そう。